物理学についての歴史はある程度分かったけど、じゃあ他の学問はどうなの？ということになりますよね。例えば科学がどうやって生まれたの？というふうにあなたが聞かれた場合、どうやって答えるでしょうか。昔授業で習った元素表について思い出して、その時の背景について考えてみるでしょうか。次にお話しする内容で、科学がどうやって生まれたのか、そして他の学問とどのように違うのかということが分かるようになります。今あなたが科学と呼んでいる、それは科学と呼ばれる前はどのように呼ばれていたのでしょうか。そのルーツは古代エジプトの錬金術にまで遡ることができるそうです。錬金術というのは死体の防腐処理といった薬剤の調合ももちろんそうですが、永遠の命を得る薬を作ったり、黄金を他の金属から得るために黄色く柔らかい物質を混ぜ込んだり、一攫千金を夢見る人々、現実的な欲求に突き動かされている人々というものが科学を発展させてきたというふうに言っています。例えば著者は、物理学者は物静かで穏やかだ、一方科学者というのはカーボーイのような存在だというふうに表現しています。当時の実験が物理的に自分の目とか体を傷つける、爆発する、中毒になる、そういう危険があった科学をわざわざやっていたということを考えると、その表現の仕方もまあ間違いではないのかなというふうに感じられますよね。しかし物理学はアリストテレス的な考え方をピタゴラス的に変えることによって乗り越えられてきましたが、科学というものは物理学以上に複雑なシステムを持ち、それだけでなく実験器具が必要な分野ということで、発展が遅れた分野でもありました。ではまずアリストテレスを科学界から追い出した人物というのは誰なんでしょうか。それはあのロバート・ボイルです。ロバート・ボイルはアリストテレスを科学界から追い出さない限り、的外れな研究を行ったり、神話を元にした実験に終始してしまうといった危機感を持っていました。ロバート・ボイルはグレートブリテン島で有数のお金持ち、禁欲的で、15歳にしてあのガリレオ・ガリレイの天文対話を読み、感銘を受けるようなインテリタイプだったらしいです。しかも人々の生活を科学を通じて少しでも豊かにしたい、作ってあげたい、そういう博愛主義者だったというふうにも言われています。もしアリストテレスの元素を否定するとしたら、あなたならどのような実験をするでしょうか。ロバート・ボイルが着目したのは木と言われる元素でした。丸太を燃やせば木と水になる、この木というものを新しい技術、いわゆる蒸留技術を使って分解してみると油と塩ができる、つまり木というのは元素ではないというふうに否定したそうです。一方金や銀といった単純な構成要素はおそらく元素だろうというふうに考えていました。またロバート・ボイルは空気は混合物だということを示す実験も行います。ネズミを密閉した容器に入れ、しばらく放置しておくと呼吸ができなくなり窒息死する。これはつまり空気というものは混合物で、呼吸をすることによってその中の物質がなくなった、それによって窒息死したということで示したそうです。なかなか恐ろしい話ですよね。この当時空気の実験というのは様々な研究者の間で行われるのですが、その度にネズミが毎回死ぬということが起こっていたそうです。科学というのは複数の人たちが少しずつ進歩させてきたといった背景を持つ分野なのですが、この中でラボアジェという人物を特に取り上げてお話ししたいと思います。ラボアジェは科学を理論化させた人物です。子供の頃から毎日牛乳を飲むとどのような影響が出るのだろうと考えて、そればかり飲み続けたり、暗い部屋にこもり続ければ目が良くなって光を観測しやすくなるはずだと思って何日もこもったりしていたそうです。もしあなたが20代で莫大な遺産を受け継いだとしたら、一体どのようにするでしょうか。仕事を辞めて遊びほうけるでしょうか、それとも会社を経営するでしょうか。ラボアジェはそのどちらでもありませんでした。当時は実験する環境も場所も満足にないという時代だったので、ラボアジェは自分で実験室を準備する必要がありました。その遺産を使って徴税受け負い人と言われる人々の株を買い、彼らがタバコの税を回収することで
年間250万ドルもの配当金を手に入れたらしいです。ラボアジが行った異様といえば質量保存の法則です。カルクスと言われる水銀の錆を使ってこれを示しました。水銀は熱すると錆、カルクスになり、さらに熱するとまた水銀に戻る。そしてラボアジはこの中の酸素というものの重さを測って、カルクスになる前となった後で全体の重さは変わらないということを示しました。しかし、そんなラボアジェにも悲劇が訪れます。当時のフランスで起こっていたこと、それはフランス革命です。ラボアジェは徴税受け負い人の株主として利益を得ていました。ラボアジェの細かい性格が災いして、当時、町に入るためにグラム単位で物の重さを測り税を払わなければいけないということになっていて、憎しみの対象にもなっていました。ラボアジェは死刑判決を受けることになります。裁判官から共和国に科学者はいらないというふうに言い渡され、その後死刑を待つ身になりました。しかしラボアジェは死刑が執行されるまでの間にも様々な偉業を成し遂げます。20個以上もの元素について特定したり、当時曖昧だった化合物の命名規則を定めたりもしました。そしてその100年後、フランスではラボアジェを優れた科学者として称え始めて銅像を建てるんですが、この銅像の頭がラボアジェとは別の数学者だったといったオチもある人物なんです。科学界に大きな変化をもたらした人物、それがドミトリー・メンデレーエフです。メンデレーエフは顎ひげと髪を年に1回しか整えない癇癪持ちのロシア人です。個性が強すぎる性格のせいで、妻のいる実家に帰ると妻は子供を連れて町中の屋敷へ住んでいたそうです。メンデレーエフは肺炎にかかってもその療養中に実験を行うような好奇心旺盛な子供でした。高校の教師を目指したメンデレーエフは国の人々を怒らせて僻地へと飛ばされます。そこに到着してみると、そこは戦争の最前線、しかも並行されてもうだいぶ経った後だったということがありました。高校の教師を諦めたメンデレーエフは大学の教員を目指すのですが、なかなかポストに張り付けません。やっとの思いで見つけたポストも、それは無給の教員職。生徒に何とか授業料を直接徴収することで生計を立てていたそうです。メンデレーエフは科学を教えていたそうなんですが、当時のロシアというと科学はあまり一般的ではなく、科学の教科書が存在しなかったようです。そこでロシア語の教科書を作るためにメンデレーエフは自分で本を書き始めます。元素をどのようにしてまとめれば分かりやすく教えられるのかということについて考え始めます。メンデレーエフは原子の重さ順に並べてみました。次の日の朝、その表を見直してみると性質が似ているグループがいくつかあることに気がついたそうです。メンデレーエフが優れていた点は、原子の重さというものも当時まだ曖昧で、しかも性質がわからないものがほとんどだったにもかかわらず、そこに周期があるということに気がつき、その意見を曲げなかったことだったのかもしれません。フランスの研究者にルコックという人がいるのですが、彼が自分は新しい元素を見つけた、それは 4.7g だというふうに言います。メンデレーエフは元素表を見直して、その実験は間違えている、不純物が入っているからやり直した方がいい、重さは 5.9g だというふうに言って、ルコックが実際にやり直したところ、まさに 5.9g の重さが出た。それが今のガリウムと言われる元素だったという話が残っています。科学は物理学とは異なり、金銭を得たい、人々の生活を豊かにしたいといったより現実的な欲求によって生み出された学問なのかもしれません。